皆さんこんばんは。ガエルチャンネルです。さあ、今日はニュールブルクリンク北コースインディプロ2000 PM18 ですね。こちらの5周のレースをお届けしたいと思います。直前にね予選走りまして、軽く走ったんですけど、ややかそり気味なこともあってですね、予選3番手からスタートできそうですね。これはラッキー。さあこのねインディプロ2000ローリングスタートになります。ガイル選手の後ろに日本人ドライバーがいたはずなんですけども、なんかねタイムアウトで来れなかったみたいですね。さあいよいよスタートの瞬間が近づく、あ、行きましたね。スタート。でこの1コーナーがね結構荷重抜きやすくて怖い。よし、このインディプロ2000久々に乗りましたけど、やっぱねブレーキがロックしやすくて、でタイヤグリップもねそんなないんですよね。もう F3 に比べるとダウンフォースも少なくてですね、まあ、エンジンパワーは結構あるんですけども、それ以外はなんか F4 と同じような感じでしょうか。このねタイヤグリップのなさを気にしながらドライブしていかなければいけないんですが、さあ前のグループと離れていってますね。後ろのゲスマン君、近づいてきてますね。これはスリップ入られてるでしょうか。でですねガイル選手今日はですね VRS B 定食と言われるですね、おアウトから来んの来ない、VRS セットで走ってみたんですけど、ちょっとねダウンフォース少なすぎて、操作がねなかなかしんどいので、このねダウンフォース多めの、B セットこちらですね。おー右から来んのだいぶ鼻息荒いですね。これちょっと行かせますか。今日はねあくまでも目的はアイレーティングではなくてセーフティーレーティング、これをね稼ぐ、これが大事です。5周ね、ニュールブルクリンク北コース5周走れば結構セーフティーレーティングも上がるだろうというですね目論みで参加しています。結構ねスライドするんですよね。それにしてもこの前を行くゲスマン君のライン取りがなんかそんなライン取りでいいのっていうようなインベタで行ったりとか、これもねあのアプローチがすごくイン側からで、これはよくわからんこんなライン取りでいいのか。おお、そして白煙が上がって、前方のトップを走っていたシモーヌさん、こちらが落ちてきてますね。さあこれスリップ入ってますね。また、なんかディフェンシブな侵入ですかね。すごくインベターで回る人なんですね彼は。さあ後続のアーサーさんは4秒後方。さあこっからスリップでどこまで近づけるか。さあ守ってますね。ちょっとねここは抑えていってみますかすごくイン側からアプローチしますね。さあこの先のカルッセル、これねフロントウィングが
簡単に曲がってしまうんですよね。ですので、そう、慎重にもう相当スピードを落としていきましょう。さあ一気に前を行くゲースマン君と2秒差まで開きましたね。今週はね、まあ、今週というか、この収録をしているウィーク12ですね、配信日としては前の週の開催なんですけど、まあ、今日はですね、このインディプロ2000の他にラディカルですね、ラディカルシリーズ10もニュルブルクリンク北コース同じコースですねの開催になってるんですけど、多分ですねこちらのインディプロ2000の方がモンスターマシンラディカルよりは安全に SR 稼ぎができるんではないかと思ってですね、まずこのインディプロ2000走ってますで、ね、インディプロ2000でお腹いっぱいになったら、次はラディカルもねこの 新 SR10 乗っていきたいなと思うんですけども、まずはこのインディプロ2000ですね。このシュワルベン・シュワッツもなんかすごいインインアウトみたいな、アウトインアウトじゃないですね、この前を行くゲスマン君。さあ2秒あったギャップも 1.5 秒だいぶ近づいてきました。さあこの 1.2 秒差のギャップ、スリップはどうでしょう。少し効いてますかね。車速250キロ近く出ると、うん、効いてますね。効いてそんなに近づけないけど一応効いてますね。さあ 1.2 秒だった差が 0.7 秒まで近づいてきました。さあ2周目レースは5周で争われます。なんかこれもすごいミドルから入りますね。このライン取りは一体何なんだ。それでもね結構早いっていうのが謎ですね。うん、ここやっぱ苦しそうですね。アッツェンバッハこう一旦苦しくなるともう最後までね、鈴鹿の S 字みたいなもんですよね。さあここもスリップ効きそうですね。1台コースアウト、再びシモーヌさんがコースアウトしてましたね。これでトップのニコラジさん、彼はもう安泰ですね。さあこの2番手争いが、このね前を行くゲスマン君がね非常にこのアグレッシブですね。さあこのスリップ圏内でついていきたいところですね。ガイル選手もしかしこのやっぱねライン取りがなんかすごく独特というか、いやこれ今のライン取りもねあれはないでしょうみたいな、なんか適当なライン取りで走ってますねこの前のゲスマン君。これでいいのだろうか。
ぱ徐々にこのシモーヌさんからは離されていってますね。なんでこのミドルから侵入するの、ほら追いつかれてるじゃない。これもミドルから行ってますね。いやいや、もうちょっとね頑張って、どうせついていくんだったらもっと頑張ってほしいけど、もうこれ、スリップ圏外に離されてますね。もうこれはダメですね。おお、すごい突っ込み。これは再びこのガエル選手とゲスマン君のマッチレースになりそうですね。さあシモーヌさんはさようならですね。さあここからスリップ効いてきますけど、効きが悪い。やっぱりね VRS B 定色はねダウンフォース強めですね。まあ分かっちゃいたんですけど、こうやってレース出てみるとなかなかやっぱトップスピードを伸べないっていうのは辛いものがありますね。おすごい、イン側からアプローチ。さあガイル選手結構ゆっくりめでね、ウイングを曲げないようにカルステルをクリアしていきました。またゲスマングと 1.1 秒差ですね。さあ後続はウィリアムさんに変わってますけども、5秒あるのでこれ大丈夫でしょう。追いついてきましたね。おお、そしてめちゃめちゃインにつくのが早い。これやっぱねなんかライン取りおかしいですねこの人。おお、そしてインなんでなんで。いやしかしこれ抜けないですもんね。せめてねこの後ろからプレッシャーをかけて、ミスしてそのグラスに飛び出すとかね、そういう動きをしてくれればねガイル選手楽になるんですけど。なんかねライン取りは適当なんですけど、これもねミスはしないですね。おー、止まっている。さあ消えてしまったんですけど、今のは誰だったんでしょう。さあそして追いついてきました。よし、もうここは抜くしかない。スリップから、これ今止まってたのはトップを走ってたニコラズさんですかね。さあそしてトップスピード伸びない。あ、これはさすがに VRS 未定色つらい。これダメですね。フロントウィングは曲がってないとは思うんですけど、さあレースは3周目。つくの早いですねゲスマン君。さあどうだ。
これは微妙。ここはねやめときましょう。立ち上がり苦しそう。いやしかしストレートスピードが足りない。いやこれはねまるでホンダエンジン対ジャットエンジンみたいなね、あるいはあのフォード DFR 対ホンダエンジンみたいな、そういった構図になってますね。頑張って頑張って、ここもなんでインから青ね追いついちゃいますよね。いやこれは辛い、我慢のレース。ここもインからアプローチですね。さあスリップどうでしょう。いやなかなかスリップ効きませんね。やっぱりスリップが効かないというよりもやっぱガイル選手のダウンフォースが強いので、スリップに入っていてもなかなか追いつかない。あとはねこの先のカルッセルをやはりフロントウィング曲げないようにゆっくりガイル選手回りたいんでですね、なのでやっぱまだオーバーテイクはしたくないなと。今のは周回遅れ。さあ追いついてきました。もうちょっとねコース幅を目いっぱい使えばいいのにと思うんですけど、ここもねミドルから進入してインにつけてないですよね。そしてインミドル、あそしてミドルインミドル、ね、もったいない。もっとねゲスマン君コースはね広く使った方がいいと思いますよ。ただねコースアウトするようなミスはしないんですよね。すごいツッコミ。あでもシュワレ・ベンシュワンツ2つ目やっぱ立ち上がり鈍いですね。この極端なインからのアプローチ、さあ再びスリップに入りました。
サロア。さあ、ダメだ、ダメですねこれこれはどうしようもない。 B 定食、 B 定食、やっぱり A 定食を、 A 定食を食べなければ勝てないのか。さあレースは4周目。今日はね、アイレーティング稼ぎではなくてセーフティーレーティングを稼ぎたいという、ね、目標があるので、別に、ね、このポジションのままフィニッシュしても支障はないですけども、やっぱずっと、ね、前蓋をされてしまうと、やっぱり、ね、この闘争心が、ね、徐々に燃えてきますよね。しかもこのライン取りがね、適当なライン取りで前を走られるっていうね、これがなかなか辛い。さあ、やっぱ伸びが、相手のね伸びがいいですね。ちょっとやめておきましょう。1周目のこのフォックスフォローへ、ここでねオーバーテイクを許したのが間違いだったかもしれないですね。もっとこう粘っていくべきだったかもしれないですね。すごくミドルから進入してますよね。これもそうですよね。いや、そういうね、コース幅を使い切ってないと、ね、もったいないお化けが出るよっていう風に習いませんでしたかいや、めっちゃこのライン取り適当感がですね、なかなかこう見ててこう突っ込みたくなりますよね。いや、もうちょっとそこいけるやろみたいなね。いや、これもね、もっとアウトが使えますよ。あー、辛い。これはね、これはフラストレーションたまりますね。これはね、そのディフェンシブなライン取りというよりも、なんかもうそもそもそういう癖みたいですよね、このゲスマン君。さあ、ここオーバーテイクしたいところですけど、カルセルがね、やっぱり優しく進入したいので、ちょっとここでオーバーテイクするのは待ちましょう。カルセル、ウイング曲げないように。さあ 0.8 秒ギャップ空きましたね。空きましたけども、ここからの下りでもう追いついていけるのは分かってますので、そんな焦る必要はないですね。イン側がガラ空きですね彼。
そしてまたイン側に移動する、そして立ち上がり詰まる、あ、そしてまたイン側に、これはなんとかならんのでしょうか。まあ、このインディープロ2000の車両が結構スライドするんでですね、アウトから進入するのが怖いんでしょうかね。うん、分からん。このね、ゲスマン君の心境はどうにも分からんですね。インから侵入。さあ再び追いついてきましたけど、ここの、ね、メインストレートはやっぱオーバーテイク難しいですね。なのでやっぱガイル選手の作戦としては、フルークプラッツですね、前半のフルークプラッツを越えて、アデナウアーポストまでの間にオーバーテイクする、でそこからのコーナリング区間を使ってこのねスリップの効かない範囲までちぎっていく、これがガイル選手の作戦ですね。ですのでここは一旦引きましょう。勝負はこの次のファイナルアップ。さあファイナルラップです。5周目、この立ち上がりが大事。おー早い早いじゃないか。さあここから先ですね。いや伸びがいい。もう少しね近い距離から行きたかったんですけど、これどうだ。ここでねオーバーテイクしたいんですけども、いやちょっと無理がありますね。これやめましょう。そうするとどこでオーバーテイクするかですね。これは困った。加速はいいですね。早めにですね、早めにブレーキングして2速で抜けていく。あー、ミスりましたね。ミスったけど抜けない。あ、そしてインからアプローチ。これは前が詰まる。インからアプローチ。これどうにかならんのですかね。もうそうすると次は、ね、この、ベアザイフェン右に曲がった後の全開区間ですね。もうここでここのスリップですね。さあ狙っていこう、ホトトギス。
もうこれでカルッセルはもうね、一か八かフロントウィング曲がるかもしれないけど、最速で進入して、でメインストレートまでの間下りね、あの頂上からの下りでは結構ガイル選手の方が速そうでしたので、もうここですね、ここさあ寄せてきた、よしよし、引いたよし、1台これは周回遅れ、ナイス、譲ってくれましたね、サンキュー。さあカルセル、もうここは運を天に任せて、後ろから刺してこないですよね。おお、なんか来るの来るの、おお、大丈夫、おっとブレーキング遅れた、おーおー、追突、おお、さあ加速、あー、なんか左のミラーにタイヤが変な方向向いてる、あ、これは駆動かかんないですね、ダメだこれは、ダメですね。いや、これはこのスピードだったらトーイングの方が速いですね、もう素直に、ダメだこれ、はい、エスケープキーを押してトーイングしましょう。これもうファイナルラップなんで、これで終わりですね。このゲスマン君、まあ一応まあコントロール失って悪いねとは、プライベートメッセージ打ったんですけども、返事なしとね。これはね、結局リザルトとしては、3番手スタートの7番手フィニッシュで、インシデントがですね、さっきの、追突のインシデント4合わせて合計8ついてですね、セーフティーレーティング全然上がらないと、アイレーティングもほぼ変わらずっていうですね、非常にただ働き的なこのインディプロ2000の、初レースでしたね。これはね、やっぱストレートスピードがもういかんともしがたいのでですね、やっぱりあの VRS の A 定食食べられるように、このね、ダウンフォース少ないけど頑張るっていうのがやっぱ大事なのかなというのはね、今日分かりましたね。いや、ただね、VRS のね、まあ、A 定食といいますか、あの標準セットはだいぶね、ふわふわするのでね、結構操作するのに神経使うんですけど、もともとはこの、気楽にクルージングしてセーフティーレーティングを稼ごうって言ってたんですけど、なんでこのね、VRS の、メインセットを使いこなせるよう頑張りましょうって、なんでそういう話になってるのかよく分かんなかったりしますけども、これはですね、明日完走してですね、もう一回インディプロ2000、戦っていきたいと思います。よろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタン押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。